こんにちは、美味しいものが食べたいヨシです、今日はね、そば粉のガレット、これを作っていこうと思いますよ。簡単にできますんでね、ぜひぜひやってみてください。ほんなら、いろんやか。はい、ではね、材料の説明です。こちらそば粉ですね。あとは卵、ベーコン、これはね、レッドチェダーですね、チェダーチーズ、それから前にね、ゴルゴンゾーラのパスタをやった時に使った、まだ残りがありますので、ゴルゴンゾーラも少し入れていきましょう。はい、今の工程というのは、これ前日に、用意しておきたい、工程なんですね。まずそば粉がね、これ 40g 入っています。水はね 100cc とりあえず用意したんですけども、ちょっと具合見ながらやってみましょうね。まずそば粉に水を入れまして、かき混ぜていきます。ああ、もうそばの香りがすごい立ってきますね。はい、そうですね、100cc で大丈夫ですね。ここへ、ちょっと塩を入れます。あと中にね入る具材がだいぶ塩分の高いものばっかりで、ベーコンですとかね、あとチーズも、ゴルゴンゾーラなんか結構ねしょっぱいですからね、あんまりここで塩を入れてしまうとね、全体がしょっぱくなってしまいます。はい、滑らかになるまでかき混ぜたら、これをですね、ラップをして、それから冷蔵庫で一晩置いておきます。一晩置いておくとですね、生地がちょっともちもちになってですね、とっても食感が良くなるんですよ。はい、では冷蔵庫へゴー。はい、これ、一晩、置いたそば粉のね、ベースになるわけですけども、ちょっとね硬いかもしれないですね。もうちょっと緩い方が、焼くときはね、緩い方が焼きやすいんですね。はい、であと、その他のものもね、全部スタンバイしておいた方がやりやすいと思います。まずはチーズですね。これはもうあらかじめ剥がしておきましょう。ベーコンもですね、これもね袋から出しておいた方がいいですね。意外とね、焼き始めるとあっという間なんですよ。なのでこういったところをね、あらかじめ全部用意しておくと楽ですね。ゴルゴンゾーラはねちょっとでいいと思いますよ。はい、そしてねポイントなんですけど、卵なんですけどもね、白身と黄身にあらかじめ分けておきます。で、白身の方をですね、こう腰を抜いてやるってよく僕らは言うんですけどもね、結構鮮度が高いと白身ってすごくこう、なんていうんですかね、すごい塊が一つあるじゃないですか。そこをね、塊をこう崩してあげることでね、すごく焼きやすくなりますんでね、多少泡立っちゃっても全然問題ないと思いますんでね。はい、こんな感じですね。うまく腰が切れた感じになっていますね。はい、では焼いていきましょう。はい、ではね、ちょっと材料説明で言ってなかったですけどもね、サラダ油ほんのちょっとでいいです。ちょっと垂らして、まだこれね、フライパンに火はついていませんので、これキッチンペーパーかなんか使ってね、きれいに平らに伸ばしてあります。この縁の方までね、きれいに薄く均一にね油を伸ばしてあります。そして、
ね、これぐらいでいいと思いますね。映るかな、結構な弱火ですね。はい。で、ちょっともう一度ね、ここでよく混ぜてやってください。ここでね、余熱をしっかり、する、まあ、から焼きをね、きっちりしてあげると、表面がね、ブツブツブツっとなった状態になりますし、ここで あまり、余熱をしっかりしない、から焼きをあんまりしない状態で入れるとね、表面が滑らかなつるんとしたような状態になります。今日はね、ちょっとつるんとしたような状態で揚げたいので、もう入れていきますね。はい、すぐにね、ぐるーっとこう、やっぱりちょっとね、濃いので、扱いにくいかもしれないですね。周りの方にもしっかりと行き届くようにしてください。はい、これぐらいでいいかな。ではこの表面がね、ちょっと乾いてくるぐらいまで、焼き込んでいきます。はい、これ状態の変化が、分かっていただけましたかね。今まだちょっとこの辺がね、白い部分、もう周りの方はね、ほとんど茶色い部分になって変化しています。これもう乾いてきていますのでね、こんな状態ぐらいまでなったところで、具材を入れていきます。はい、白身ですね。白身もよいしょ、これ全体にね、かけるようにした方が多分上手に焼けると思いますよ。伸ばしちゃいましょう。はい、真ん中にね、卵の黄身をのせます。はい、あとはゴルゴンゾーラですね。ちょっと材料説明で言ってなかったんですけど、胡椒を少しかけましょうかね。はい、ではこの状態で蓋をしていきます。人によってはね、最初に四つ折りにしてから、蓋をして火を通していくっていう方もいらっしゃるんですけどもね、僕はどっちかというとこう、平たくしてバキッと折り曲げるようにして、四角く形を取っていく方ですね。はい、ちょっとね、よいしょ、はい、いい感じになってますね。まあ、理想的にはね、黄身がまだ固まらない状態で、白身の方はね、完全にこう色が入っている、こんな状態がね、ベストですよね。まだちょっとでも柔らかいかな、でもいけそうですね。はい、こういう一文字みたいなね、これフライ返しですけども、2本あるとね楽なんですけども、一箇所こうちょっとこう内側にね、ギュッとこう、筋を入れてからこう折り曲げると綺麗に折り曲げることができます。
黄身がねまだちょっと柔らかすぎるので、もう少し蓋をして焼いていきましょう。はい、ではね完成しました、これをねお皿の方に盛り付けていきます。盛り付けるっつってもただ移すだけですけどもね。はい、こちらですね。よっ、はい、完成です。はい、じゃあね早速食べてみますよ。さあまずはね黄身をちょっと破壊しましょう。うわー、わかりますかね、これすんごいトロトロ。はい、いただきます。もうね、お店行ってね2000円近く払う必要全くないですよ。もうすんごい美味しい。一晩寝かせた生地がねもう本当にもちもちでね、めちゃめちゃ美味しい、これうめえなあ。あの基本的にね、あの具材なんて何乗せてもいいんですよ。あの冷たくして食べるものはダメですよこういうあのとろける系のものはねもう本当にこれ鉄板ですよね。チーズとかね、すごい美味しい。うん、美味しいものを食べてる時って本当に幸せですよね。うん、うみゃー。美味しかった。あのフランスのね、ブルターニュ地方でよくこれは食べられる料理らしいんですけどもね、実際に僕は行ってみたわけではないので、前の晩にねあのこのそば粉と水をこう合わせておいて、それで、朝食でねこれを食べることが多いそうです。普段ね、トースト、ハノースト、トーストにバター塗って、かじりながらね、いろいろと身支度をしてらっしゃる方いらっしゃると思う。たまにはね、例えば休日とかの朝はねこういう、優雅な気持ちになれるようなね、そば粉のガレット、これはねおすすめしたいですね。あの作るって言っても本当にフライパンにダーって生地を流し込んで、あと好きな具を入れて、卵は必須ですよ。でもね卵はあった方がいいと思います。あとはねもう玉ねぎ炒めたのとかきのこ炒めたのとかね、あとは魚介入れてもいいと思います。 あんまり水分が出やすいものはちょっとあのやめた方がいいんですけどもね、まあ、例えば、そうだな、魚を入れたいとするじゃないですか。先にね、魚を焼いて、例えば、バターでソテーしておいて、それからこれに包んで、食べる、こういうのもいいと思いますね。で、ブルターニュ地方っていうのは比較的寒い地方であって、オリーブオイルはね僕この料理に合わないと思うんですよ。これあくまでも個人的な感想ですよ。何か油脂分を使うとすれば、ね、今日はねサラダ油やりましたけど、バターの方が僕は合うと思いますね。
ブルグーニュはもう全然、こっち側ですから、東の方ですか、になるわけですけども、緯度的にはね、だいたいブルターニュ、ブルグーニュ、似たような、位置にありまして、やっぱり寒いところっていうのはね、結構バターが美味しかったりしますんでね、日本では北海道のバター美味しいですもんね。そんなことでね、もう自由に組み合わせて好きなものを乗っけてね、食べていただけたらいいと思うんです。さあ、ちょっとね、こうあいいななんて思っていただけたら、チャンネルの登録ぜひよろしくお願いいたします。今日も最後までご視聴いただきましてありがとうございました。